はい、今のチーズよろしくお願いします。ドリームリーグやっていきましょう。これがですね、この試合が、記念すべき100試合目なんでございますよ。まあ、なんで、ちょっと100試合目を100回まあ試合をして、まあちょっと俺がドリームリーグに対して思うこととか、まああとはちょっと最後にガチャを引くね動画で終わろうと思うんですけど も、 もうシンプルに思うのが、プロスピエースと本当同じような感じにしてもよかったのかなと思うんですよね。まあこの監督プレーは監督プレー残して、その自操作、自分で操作する形もその選択肢としてあってもよかったのかなとは思うんですよ。なんかちょっともったいないのかなというか、これじゃあもうなんかすぐに秋を誘ってしまうのかなという印象をすごく受けたんですよね。ファーボールですか。ちょっと絶対勝ちましょう、絶対勝ちましょう。これはここで、あ、今の赤い髪が我がチームの監督です。見逃して三振になります。相手がね格上なんですよ。ちょっとまあ格上に勝利して、ちょっと気持ちよくね100試合目勝利で飾りたい。これが相手の監督ですね。はい、OK。 やっぱダルビッシュ選手強いですね。もうレベルマックス、まあちょっと限界突破しないんですけど強いですね。これで100試合消化でございます。はい、まあ、日ハム純正を目指すということで、もう相当日ハムの選手集まってます。ただもうほぼほぼ B ランクなんですよね、日ハムの選手が。で今来てるスカウトでショートの選手の S ランクが追加で来てるんですよ。でショートの選手、まあ、中島選手が S ランクで出てるんですけども、まあ、なんあちょっと待ってよ。はい、成績こんな感じですね。勝率が4割9分、49勝42敗9分けという感じでございます。打率が悪いですね。いやこれね、なんか打率を上げたいんだけども、なんか どうしようもないのかな。やっぱオーダーボーナスとかそこら辺で上げるしかない感じになってくるのかな。まあ一応今うちのベストオーダーというか、まあこんな感じな、ベストオーダーではないかな。 S ランクの選手とかいるんですよね、使ってないんですよ。使ってない S ランクの選手とかもいるんで、まあ、ちょっとレベルが上がった日ハムの選手とかも、2軍に1回入れて、で今他の選手を上げてる感じでございます。まあこんな感じですね。でピッチャーがこんな感じでございます。はい、よし、じゃあまあちょっと最後にガチャいきましょうか。スカウトですか。2回やれば S ランク1人確定なんですよね。まあ、欲しいのは、まあ、中島選手はもちろん欲しいんですけども、他のチームだとやっぱ坂本選手かな、今宮選手、源田選手とか、うん、大和選手とかいれば便利かな。ユーティリティ性が本当半端ないからね。まあ、単純に狙うはこの2人ですかね。よし、行きましょう。まあ、別に今日はあれですよ、おっぱいとか言いながらなんかパッパ終わる感じにはしないですよ。2回引きましょう。やってますかドリームリーグ。あ、でもそう、俺ドリームリーグでねすげえ気に入らないのが、S ランク来ないか、大会をやるときに、あのなんだっけ、プレイステーションプラスでしたっけ、あれに加入しなきゃできないっていうのがね気に入らないんですよ。もしかしてこれショートの選手しか当たんないってやつえ、そんなことないよね。ああ出てんね、キャッチャーとかも出てるよね。日ハムいねえじゃん。まあ次ですよ、次。いやどうせなら S ランク2人ぐらい来てな。いやー中島選手来ねえかな、マジで来ねえかな、マジ引きてえわ。あ、S ランク2人来たね。
はい、まあまあまあ、この後、この後です、この後ですよ。はい、藤岡選手か。いや、まあ引けないよな、引きたかったな。一応ショートの登録にはなってるんだね。ああ、外野の適性も持ってるんだ。じゃあレベル30まで上げちゃえば使い勝手いいですね。いや、まずね、今何やりたいって、もちろん日ハムの純正は純正なんだけど、まずオールパリーグ目指したいんですよ。ただうちにいる S ランクの選手とかってあれなんですよね、セリーグそこそこいるんですよ。もう今ここにいる中で言えば、外選手、糸原選手、大島選手がセリーグなんで、それを外すことになっちゃうんだよね。まあちょっとあれですね、個人的にはちょっと残念なスカウトの結果になってしまいましたけども、これはね、ちょっと秋来るぞ。俺結構頑張って100試合だもん。まあ終わりますか、終わりましょう。なんだこの動画、何を伝えたかったんだよくわかんないけど、まあとりあえず終わるわ。終わり、バイバイ。